2年に一度の自動車の祭典、第31回東京モーターショーが今年平成7年10月27日より日本コンベンションセンター幕張メッセで開催されました。開会式には友人親王妃信子殿下をお招きし、華やかなオープニングセレモニーが執り行われました。開会式を予行いたします。このように自動車市場が構造的に変化していく中で、お客様の車に対する期待も変わりつつあります。それでは妃殿下、ハサミをお入れください。乾杯。国内でも最大規模の展示スペースを誇る幕張メッセ。この巨大な展示会場を舞台に繰り広げられる今回の東京モーターショーは、世界14カ国354社の自動車メーカー、部品メーカーが参加し、想定入場者数160万人という自動車業界最大級の国際イベントとなりました。皆様、本日はスバルコーナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより、私ども富士重工業のプレスブリーフィングを始めさせていただきます。本日はお忙しいところ、ようこそ私どもスバルコーナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。今回のモーターショーでは、感じる夢、感じる車という統一テーマの下で、私どもはアクティブドライビング、アクティブセーフティーというテーマを設定し、車が本来的に持つ乗る喜び、乗る楽しさと時代の要請である安全確保であると、環境の保全を技術的に高度に融合させたスバルの車作りの姿勢をこのモーターショーでは表現したわけであります。殿下にはご退院されたということを伺っております。ただいまここでご紹介していますのは、殿下もご存じのやるメッセレガシーのロンクの 4WD のシステムについての未然に回避できる本当の意味で安全な車を開発する道を選択。スバルは今回の東京モーターショーで乗用車と商用車の2つのブースを出展し、先進の技術で新時代の車作りに挑戦するスバルの企業姿勢を皆様に伝える一大プレゼンテーションを展開しました。今年の富士重工のテーマスローガンは、アクティブドライビング、アクティブセーフティー。これは先進の乗用 4WD 技術を通じて、常に車の快適性と安全性を追求し続けるスバルの車作りの根底に流れる思想を表現しています。それではスバルブースの展示内容をご紹介しましょう。50面モニターを採用した大型のメインステージ。ここでは大画面に映し出されるテーマ映像とレガシーのシースルーモデルなどを使った大掛かりな舞台装置を駆使、スバルの車作りのコンセプトを分かりやすく紹介するスバルプレゼンテーションステージを展開しました。
スバルニューコンセプト 4WD。 ドライ、ウェット、スノー、路面を選ばず意のままに車を操る、ドライバーズカーの原点、スバルニューコンセプト 4WD。 オフロード四輪駆動とは一線を画した全く新しい 4WD システムです。この 4WD のために私たちが選択したパワーユニット、それは 4WD が持つ潜在性能を 100% 引き出すことのできる世界唯一のエンジンシステム、ボクサー。このボクサーエンジンを縦置きレイアウトで 4WD システムと一直線上に結合、クランクシャフトからドライブエンドまでストレート、横剛性の高い左右対称のシンメトリーパワートレイン、これがスバルのアクティブドライビング、アクティブセーフティー思想から生まれた理想の低重心 4WD。 雨の日、滑りやすい路面での事故発生率は晴天時の数倍にも達しています。この事故発生率に注目した私たちは、すでに20年以上前からドライバーの意のままに運転ができ、危険を未然に回避できる本当の意味で安全な車を開発する道を選択。世界で最も早く乗用車のドライビングシステムに 4WD を取り入れました。私たちはその責任において、世界最高のセーフティードライビングシステムを目指し、独自の 4WD の熟成に努めるとともに、 ABS、エアバッグをはじめとしたさまざまな安全装備も積極的に取り入れてきました。こうして磨き上げたスバルニューコンセプト 4WD に、グランドツーリングカーとしての理想のスペーシングを、そしてツーリングワゴンとしての理想のスタイリングを、ツーリングワゴンレガシー、ワゴン作り15年のノウハウを注ぎ込んだスバルのフラッグシップ、スバルニューコンセプト 4WD。オフロード四輪駆動とは違う。全ての駆動方式をしのぐ。世界最高水準の危険回避性能に裏打ちされた圧倒的な走り、スバルニューコンセプト 4WD。 アクティブドライビング、アクティブセーフティー思想が生んだオンロードのための全天候型セーフティードライビングシステム、スバルニューコンセプト 4WD。 毎回多くのファンの注目を集めているモータースポーツコーナー、10月25日現在、全8戦中7戦を終えた WRC 世界ラリー選手権で555スバルワールドラリーチームは、第1戦モンテカルロ、第3戦ポルトガル、第5戦ニュージーランド、そして第7戦カタルニアの4つのラリーで総合優勝を果たしています。
モータースポーツコーナーには第1戦モンテカルロラリーと第5戦ニュージーランドラリーで優勝者となった2台のインプレッサ WRX ワークスマシンが展示され、モータースポーツファンを魅了しました。また8月から発売されたインプレッサ WRX STI バージョン2 555 も若い世代の注目を集めました。グランドツーリングブースでは2台のコンセプトカーを展示し、スバルの車作りの未来をアピールしました。より上質なツーリングワゴンの世界、アルファエクシーガです。アルファエクシーガ、15年に及ぶ乗用 4WD ワゴン作りの経験による豊富なノウハウをもとに、スバルならではの快適な走りとユーティリティ、そしてツーリングコンフォートを高いレベルで調和させることにより、ワゴンの理想形の一つを具現化しました。スーパーワゴンアルファエクシーガは、スバルのワゴンワールドのさらなる拡大を予感させています。ドライバーに警告を発するとともに、この車自身がその危険を回避してくれるというアクティブドライバーシステムが搭載されております。21世紀の都市環境が求めるタウンカーの世界基準として、スバルが提案します。ワールドマルチミニ L キャパです。L キャパは、L キャパ、ミニマムサイズのボディの中に大人4人が快適に乗れる居住性を実現したパッケージング。交通環境に応じてパワーソースを切り替えることのできるハイブリッド駆動システム。 L キャパはスバル伝統の軽自動車技術に最新のテクノロジーをプラスした世界中の都市生活者のための未来型ワールドマルチミニです。コンセプトカーと同様に注目されるドレスアップカー、グランドツーリングブースには6台のドレスアップカーが展示されました。レガシーの第3の個性として、スバルが提案します。レガシーグランドワゴンです。今年8月に発売されたばかりのレガシーグランドワゴン、ツーリングワゴン譲りのスポーティーなハンドリングとラフロードでの優れた走破性を両立し、 ABS リア LSD の標準装備で走りとアクティブセーフティー性能にもさらに磨きをかけています。確かな安心感とおおらかなゆとりのある走りの味わいで、レガシーの走りの領域をさらに広げる新ジャンルワゴンです。すべてのレガシーを象徴するこの GT の魅力を先鋭的にモディファイしたレガシー GT プラス。レガシーツーリングワゴン GT プラス、走りのワゴンとして圧倒的な人気を誇るレガシーツーリングワゴン GT をベースに、前後輪へのトルク配分をマニュアル操作で調節できるドライバーズコントロールセンターデフ、17インチマグネシウムホイール、ルーフレールディフレクターなどをプラス。グランドツーリングカーとしての走りのポテンシャルをより一層際立たせたレガシーシリーズの最高峰に位置するモデルです。車の加工では世界一といわれるイタリアのカロッツェリアなんです。インプレッサカブリオレオペレッタ、インプレッサの走りの良さを肌で感じることができるように電動格納式ソフトトップを装着したオープンモデル、安全を重視して採用したロールバーも開放感を損なわないデザインで、カブリオレならではの気持ちよさと安全性を両立、開放感にあふれた快適な走りでオープンエアドライビングを楽しめるスタイリッシュな5人乗りカブリオレの提案です。
クラシカルで親しみのあるテイストを表現したファッショナブルなパーソナルミニビビオビストロ。エクステリアにはメッキリング付き丸型ヘッドランプ、大型センターグリル、メッキバンパーモールなどを採用し、懐かしさの中に新しさを感じさせます。アルシオーネ SVX-S42 十字 R による近未来的スタイリングに 3.3 リッターボクサー6気筒エンジン VTD4WD フロントデュアルエアバッグなど、スバルの走りと安全性の技術を結集した 4WD グランドスポーツ SVX。S42 はエアロダイナミズムあふれるボディデザインをさらに進化させたドレスアップバージョンです。ビビオ RXT、 ポルシェとの共同開発によるマニュアルシフトが可能な進化型の ECVT CV ティップを搭載。無段変速のスムーズな走りに加え、マニュアル操作によるスポーツドライビングを楽しむこともできます。グランドツーリングブースでは、さまざまな参考出品者に加え、テクノロジーコーナーを設置してスバルが誇る最先端技術も紹介しました。パワフルな走りと燃費向上を両立する島内噴射エンジンプラス縦置きハイトルク CVT。 ECVT はスバルが世界に先駆けていち早く実用化した新世代のイージードライブシステムです。乗用車館グランドツーリングブースでは、このように数々の趣向を凝らし、富士重工が提案する新時代の車作りをアピールしました。商用車館に設置されたプレジャーブースでは、アクティブドライビング、アクティブセーフティのテーマスローガンの下で、遊び心がいっぱいの楽しい車を数多く展示し紹介しています。新しいワゴン、ストリーガでスバルが提案します。プレジャーブースのコンセプトカー、ストリーガ。スバルが長年にわたって熟成を続けてきた 4WD を核とする走りのパフォーマンスと、ワゴンパッケージングをアクティブなスタイリングで包み込んだ新ジャンルのマルチスポーツ 4WD です。スバル 4WD の高度なポテンシャルが、従来のスポーツユーティリティビークルとは一線を画すスポーティーで軽快な走りを発揮します。RV ブームで一段と注目を集めているプレジャーブースには、7台のドレスアップカーが展示されました。思いっきり走りを楽しんでいますか？インプレッサスポーツワゴン、グラベル X。 走りの良さで定評のスポーツワゴンに、フィールドライフのための機動性と遊び心を満載。道を選ばずにスポーツドライビングが楽しめるスポーツワゴンの新しい形を提案するモデルです。ウッドランドはカテゴリーとしてのワゴンではなく、ワゴンの中の特別なワゴン。レガシーグランドワゴン、ウッドランド。レガシーグランドワゴンをベースに、トラディショナルなステーションワゴンを彷彿させる木製のエクステリアトリムを装着し、ボディカラーとインテリアにもモディファイを加えました。人の感性に優しくフィットするナチュラルなイメージが、レガシーワゴンの新しい世界を生み出します。僕は自分の生活をね、スポーティーにしたいと思ってるんですね。で、そのスポーティーっていうコンセプトはすごく僕にとって大事な要素で、スポーティーっていうのは、自動車スポーティーっていうと、このスバルだと
レガシーがレガシー GT のようなああいう速い車でも本当はそうじゃないですね。例えば魚釣りをやったりハンティングをやったりテニスをやったりっていうのはスポーティーでしょ。だからそういうスポーティーなイメージをすごくこの車で出したからで、そういう車に僕は乗りたいと思ったんです。レガシーツーリングワゴン7、ワゴンライフの楽しさを拡大する7人乗りのツーリングワゴン。ワゴンとしてのスペースユーティリティを損なうことなく、カーゴルームのフロア下に3列目シートをフラットに格納。キャビンユーティリティとフレキシビリティを向上させるための独自のアイデアを盛り込みました。ドミンゴキャンピングカーアラジン、コンパクトなボディサイズにもかかわらずポップアップ式ルーフベッド、シャワー付きギャレーなど驚くほど多彩な装備を備えた本格派のキャンピングカー。ビッグに遊べるコンパクトワゴンドミンゴがさらに楽しくなったエルドミンゴ。コンパクトなのに8人乗りでファミリーでのショートキャンプやピクニックに最適な車です。サンバーディアスピクニックカーアストニッシュ、回転タイザリビングシート、大人4人がのびのびと寝られる2階建てベッドなど装備も充実したディアスのミニキャンパー。サンバートランスケア、車椅子の乗降を安全で使いやすくするために専用パワーリフターを装着。十分な居住スペースと広い視界で障害者の方に快適な乗り心地を提供いたします。毎回国内自動車メーカー各社が共同で展示を行うテーマ館、今年は夢と冒険を乗せて走った車たちと題し、日本のモータースポーツの歴史を振り返る展示を行いました。1964年第2回日本グランプリ T1 クラスで優勝したスバル360。1989年に10万キロ世界速度記録を達成したレガシー、スバルはこの2台を出展、モータースポーツの分野における歴史と実績をアピールしました。第31回東京モーターショー、スバルはこの世界最大級の自動車ショーでより快適でより安全な車作りを目指すスバルの企業理念を訴え、これからの時代が求める新しい車作りを提案しました。アクティブドライビング、アクティブセーフティ、スバルはこれからも乗る人に走る喜びと安心をお届けできる車作りを続けてまいります。